はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ。今日11月3日でした。寒い一日で、日が照ったり、ざーっと雨が勢いを降ったり、いろんな天気がもう目まぐるしく動く一日でして、ただいま11月その3日の午後10時を回ったところで、今風呂上がってきまして、これから晩酌をゆっくりこの酒でやろうかと思ったんですけど、その前にこいつです。白鶴大吟醸の潤いクリームというやつを手に塗って、この一冬なんとか手荒れをせんように、こうガサガサにならんように、はい、対策を今から立てております。ということで、90g 入って、クリームというよりもこうジェル状のなんちゅうかな感じでの、これつけすぎた、すごい、ちょっとつけるだけでも 手のひらつか全部もういっぱいに広がる、そんな伸びのいいクリームでして、今ちょっとひげを剃ってきたもんで、そこにもつけたりなんかして、はい、そんなやつです。大吟醸の方、うるおいクリーム、あの大手酒蔵のなんつうんだ、酒メーカーの白鶴からです。90g 入って税込み1420円。これが高いか安いかは、効果があるかないかそれ次第でございますが、さてどうでしょうか、よろしくお願いします。はい、以上第1回目、本日第1回目の晩酌151会でした。